平日のもう頭って何もやる気しないでね、トレーニング以外は。土日のところから月曜日はちょっとこう若干テンションを落としていきたいですよね。寝技の練習も月曜日だけは出なかったですね。ちょうどねこの間ブログでね書いてたんですけどね、人間関係っていうのはねなんかよく悩まれますよね、みんなね、人間関係。まあでもほとんど人間関係だったんじゃないですかね、人間の悩みっていうのは。どっちかというと人嫌い、あんまり人得意じゃなかったんで、オーストラリアもねずっと一人でいたし、シェアルームとかもせずねやっぱいたんですけど、まあそれがまたウィークポイントだったんでしょうね。人生ってね、自分のこう苦手な方へなぜか行くんですよね。20代ってやっぱ振り返ったらあんまり悩みなかったかなと。格闘技をやりたいっていう一心だったんで、まあ、それ以外がねあんまり、程よいこう人とのね付き合いが多くて、あんまり人間関係は大して何もなかったですね。それがね、だんだんですね30代になっち、まあ、むしろチャンピオンとかになってからね、だんだん人間関係っていうか、いろんな、まあ、後輩だとか、いろんなね同僚も含めですね、あとはまあ各団体のねトップの人と喋ったりとか、まあ、そういうまたね得意じゃないのにそういう交渉とかね、そういうとこ行っちゃうんですよね。トップとかが得意じゃないのに後輩の上に立たなきゃいけなくなったりして、だんだんそういう立場になっちゃってですね。だから30代からの方が人間関係の勉強っていうのはなんか多かったような気がしますね。一つ尽きるのはもう自分がね、やっぱ自分に自信持ってないとやっぱり潰されちゃうというか、自分の好きなことがたくさんあったり、自分ってこんだけすげえぞってね、誰が来ても負けねえぞみたいなね、そういうねなんか自信ってすごく持ってないとなんか潰されちゃうのかなっていう、あんまり人のことばっかりは気にしてはいけないなというか、結局人生って多少やっぱりわがままで生きていかないとダメなんじゃないかなと思いますよね。人間なんてねなかなかね中身まで分かんないですよね。数年ちゃんとその人としっかり、共に暮らしたり、雰囲気で行ってえっていうなのはねもういっぱいありますよね。どういう人か分かんないだけでなんかこうみんなが惹かれていっちゃうけど、実際はニーチェなんかに言わせるとね、あの人雰囲気があるような、なんだあの雰囲気はって、泥沼でわー見えない、そこがどんなに深いんだろう、そしたら足を入れたらこんな20センチしかなかったみたいな、そんなもんだっていうんですよ。まあ、それねすごいわかりますよ。なぜかというとね、格闘技ってねやっぱそういうなんか変な集まってきますね。ニーチェの言うように足を突っ込んだら20センチしかなかった、外から見てたらもう沼で全くそこが見えない、そこがもう見えない深い人間なんじゃないかみたいなね、あれはいい表現ですね。数年ちゃんとその人としっかり、共に暮らしたりしない限りは、まあだから恋愛なんかは本当そういう雰囲気で行くと危険だなと思いますよね。ほとんどみんな雰囲気とか見た目で行くんじゃないでしょうかね。まあ当たり前なんですけどね、それは何か自分と違うものを持ってるから行く、でも実際はその自分と違う嫌なものをも持っていて、それの修行だったりするんですよね。面白いですよね。心が弱いから格闘技やるとかね、人前で喋るのが下手だから先生やるとか、人前に出るのが苦手だから、お笑いやるとかね、そういうのねすごいあると思いますね。お笑いなんか特に人見知りの人多いって言いますもんね。じゃあそれをなんかね克服していく旅なんじゃないかなっていう、まあ、修行なんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか。だからまあいろいろ相手を知ってって好きになるみたいなのがいいと思いますよね。それこそ菊池桃子さんとね結婚した、ちょっとお名前は忘れましたけど、まああの方のようなね友達から発展していくとか、まあ、そういう心と心が一番いいと思うし、ストレートにね何でもこう
言ってくれる人がありがたいですけどね、僕なんかは。なんか、常にね、建前とかいろいろあると、なんか何が本当かよくわからないからね、一緒になっていくと、なんだこれって、なんだこれってね。で、気づくと、なんでこんな、なんで付き合ってんのかななんて思ってくるけど、周りの知り合いもね、何の話を付き合ってんのとか言われるんだけど、最初は知らないから付き合う、知り合った後は依存が何かしら入るみたいなのも多いと思いますね。まあこれもう非難されちゃうかもしれないけど、依存、何かしら依存、まあ何かメリットというか、そう、もう別れの面倒くさいとかね、私この年から焼いているのかとか、まあいいとこ見たりして、でも最初にそれ特典で表示されてたら絶対行かねえみたいなねまあ依存なる前にちゃんと相手を知ってから一緒になるっていうのが一番いいんじゃないですかね。本当にダメでも私がいなきゃダメだなと思ったりね、なんかそういうなんかいい思考をなんか働かせる、そういうなんか素質持ってるなって人間って、ところがね、一生この人といたいからずっといるっていう人 10% いるのかな、どうだろう痛いからいるんだみたいなね。さて、ちょっと帰ってきてゆっくりしてました。しゃぶしゃぶ豚もも、これ松阪牛の切り落とし、国産牛しゃぶしゃぶ、これ赤身、赤身ですね。赤身ってやっぱり和牛っていうのはなかなか難しいんですね。で、鶏むね肉、まずはあれだな、これ胸肉をね、鶏の胸肉をしゃぶしゃぶにしようかなと思って。あー、この包丁切れない、ダメだ。こうかな、うん、危ないね、指切れちゃいそう。普段ね、指切らないようにわざと、切れない包丁を使ってるんですよ。すごいでしょ、そのアイデアが。よし、胸肉をね、しゃぶしゃぶみたいに食べるとなかなかね、おしゃれなんですよ。ちょっと分厚いなね、これがちゃんとしゃぶしゃぶになるのかよく分かりませんが、こんな感じで、まあ僕油のものは食べないんでね、油は食べない、こんな感じですね。いいじゃないですか、うわお、いいね、赤身ですよ。これでちょっと取ったらもうこの量、あーいいね、いいですね、出来上がり。はい、完成です。4種類の今日はお肉と、ね、野菜とキムチで。さて、ちょっとボサボサですけど、あー美味しそう、野菜が煮えた、あ、今ご飯できた、ちょっと早かったな、やっぱりまあいい。さあ、こんな感じですね。夏のしゃぶしゃぶというとタイを思い出しますね。タイのあのタイ好きね、
ちょっとねこれ行きましょう。すごいな、もう一人ちゃんこって感じですね。いただきます。胸肉ですからね、油ないんですけど、どうでしょうか。いただきます。うまい。いや、これはうまいわ。うわー、これは美味しい。久々に食べましたけど、ちょうど全然レアじゃないですよね。ちゃんと茹で上がってるんだけど、いやー、やっぱ美味しいな。物がいいのかな、このお肉の。こんな柔らかく食べれるかな。すごいな。鶏胸肉のしゃぶしゃぶありですね。うん、こういう食事いいよね。こういう食事なんだよね、求めてるのは。うん、家でもう本当にね、質のいいものを食べるという。油、とにかく油ですよ。油を入れたら何でも美味しくなっちゃうんで、まあ、それを極力控えるという感じですかね。全部ね、揚げると美味しくなっちゃうじゃないですか。それを控えて。オーストラリア行った時にね、ボディービルのジム行ってて、僕もその時はほら、炭水化物抜きダイエットってないから、炭水化物はちょっと取ってて、で甘いのもちょっと取ってるんですよ。油だけは取らない、そういうやり方でしたね。最近はね、炭水化物抜きダイエットが流行っちゃったけど、うん、和牛だから嬉しいってないですよね。 A さんとかだったらいいんだろうけど、まあ、そんななかなか赤身ってないですね。むしろまあこれ美味しいですよ、絶対美味しいに決まってるんですよ。これはこれね、これはあの松坂牛の今日ね、切り落としっていうのがあって、よし、油が美味しいというのはあんまり自分は気にしてません。気にしてないっていうか、まあ、当たり前だっていうもう美味しいに決まってるでしょ、こんなの絶対美味しいわ。これと玄米、肉のね、うまみをもっと感じますね、やっぱりで、まあ赤身で十分だったんだけど、まあ脂身の少ないこれ、あの霜降りなんで今回ね、まあこれぐらいならちょびっと食べるのいいかもしれないですね。なので僕はね、結構こう赤身シリーズで見て分かる通りですね、あんまこうやって油取らないですよ。肉の油はあんまり一番意識してますね。だからもうこういうさね、野菜取って最高ですね。こういうことなんだよね、家でね。でしかもちゃんとね、水飲んで、うん、いやー、外食も美味しいけどね、こんな肉は絶対なかなか出てこないですから、脂のない肉。うん、なんかね、さっきも話したけど、人間関係でね、悩まれちゃう人がいっぱいいるみたいですね。っていうかもうほとんど人間関係ですよね。でもそういう意味ではね、自分はなんかまあそういうのはもうあんまり、格闘技ですからね、いろんな人いて、まあ、いろんな経験をした上でですね、なんとなく卒業してってるところがあって、もう今なんか俺はもう別にね、上司もいないし、まあ、昔からいないんですけど、そんな上司って上司もいないし、取引先もないし、なんかまあ同僚もいないし、すさまじくその辺は何もないとこで生きてるって感じですよね。ただその分自分でね、しっかり立ってなきゃいけないんですけど、ジャブですよ、ジャブの距離感。あんまりこう人を切ったりとかも絶対ないですけど、距離感っていうのはね、やっぱいいと思いますね。そう、他人を絶対切らないっていうね、心情はありますけどね。かつて牧先生も言ってましたけどね、どんな人でもいい部分があって、何かしら自分になんかいいものを持ってきてくれてるとか、まあもしくは絶対持ってきてくれてたはずなんですよね。なのでね、そんないちいちね、何かあったから切りますとかね、そういうのはまあ好きじゃないですね。その辺はちょっとおおらかにいこうよってね、うん、よいしょ。何の話やねん。
この間でもね、その大学でもう別れちゃった友達とかとね、喋ったんですけど、もう大学で別れたっていうか、僕は勝手に離脱しただけなんですけど、やっぱね、この年代からまたきついみたいですよ。それはね、学校の先生も言ってたし、公務員の人も言ってたし、組織ですもんね、みんなね、組織にいるからやっぱ好きなようにできないっていうのもあると思うし、みんなで作るってる会社ってやっぱ大変だと思う。そこに必ず誰かのね意見があるわけですからね。人間関係って難しいね。なんかそんな話を聞きますよ、友達から。なんか会社員って僕全然わからないんで、この年から結構楽になっていくのかなと思ってたんですよね。もういろいろ役職とかもついて、そういうことじゃないみたいですね。もう子供の頃はね、会社に勤めるとかも当たり前のように言われましたけど、意外と僕ね、ほとんどの人がね、会社員に向いてないじゃないかなと思ってるんですよね。みんな人間ってのはみんな自由が好きなんじゃないかなと思いますよ、本当に。学校の延長だ、もう大変だね、学校を延長するっていうね。だからまあ一人の時間っていうのも大事にしなきゃいけないしね。そう思いますね。うまいな豚、ちょっと待ってね、美味しいわこれ。みんな自由に来たわけですよ、もう好き勝手に。すごい思いますね。どうしても日本の教育は安定してることを選ばせますけど、頭おかしくなっちゃいますよね。どうすんだよね、もう忙しすぎるのはダメ、とにかく。絶対に8割が10割だと思いますね、人生は。仕事も 20%、 遊びも 20%、 また違う経験も 20% みたいな感じで受ければ一番いいかなと思います。そういう風にしていくってことですね。ダメかな、こんなこと言ったら怒られるかな。理想はね、ねえ、独身でプラプラしてるお前だから言えんだよってね、ツッコミ来てそうですけどね。ずっと独身じゃないですから多分独身かもしれないけど、まあみんなとにかくね、好きなように生きた方がいいということです。美味しかったなこれ、本当に美味しかった。うまい。しゃぶしゃぶいいな、一人しゃぶしゃぶ私もちょっと明日も練習をちょっと励みたいと思います。